こんにちは。行き過ぎ都市伝説制作委員会の僕は視聴率がついに 20% を割ってしまったことに焦りを感じていた。そこで今後の方向性を決めようと人面犬 P、スレンダーマン P をサイゼに招集し、とりあえずデキャンターって乾杯。まず今後どうしたらいいかご意見聞かせてくれるかね。ワン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 。なるほど、ご飯まだだったね。お姉さん、この犬にトロトロ玉ねぎのスープお一つおくんなまし。スレンダーマン君はどうかね。しかしスレンダーマンには口がなかった。帰ります、ケミです。はい、ということで今回は地図に載っていない地下道、体内マイクロチップの秘密、行ってはいけないトンネルといった人気番組やりすぎ都市伝説の中でも本当にやりすぎてしまった都市伝説を3つほどご紹介していきたいと思います。レイク。やりすぎ都市伝説とは、やりすぎ都市伝説とはテレビ東京系列のやりすぎ工事の特別番組、嘘か本当かわからないやりすぎ都市伝説のことで、出演する芸能人や著名人が様々な都市伝説を語るという内容になっています。やりすぎとタイトルに入っていることからもわかるように、テレビで放送できるギリギリを攻めた内容が楽しめる本番組ですが、その中には本当にやりすぎてしまった都市伝説がいくつか存在しています。地図には載っていない道、ロイヤル地下道、こちらのお話は芸人さんのジパング上陸作戦チャドさんがご紹介した話になります。ある日チャドさんはよく通る道にいつも明かりがついておらず、カーテンもないダミーマンションがあることに気づきました。するとチャドさんの背後からフフフと不気味な笑い声が聞こえたため、彼が振り返るとそこには一人の警察官がいました。どうやらそのマンションは首都官邸の近くに存在するらしく、付近には警備のために多くの警察官が見回りを行っていたとのことでした。そして警察が君気づいたなと話しかけてきたため、怖くなったチャドさんはすみませんと言ってその場を立ち去ろうとしましたが、警察は大丈夫だよ、君にいいことを教えてあげよう、このマンションには皇居につながる地下道があるんだよと言って引き止めてきました。するとチャドさんがここまで話したところで、ジパング上陸作戦チャドの生命保護のため強制的に終了させていただきますというテロップとともに、唐突にこの話は終了してしまいました。チャドの霊圧が消える前に終わってよかったとイチゴも言ってたとか。こうして何とも中途半端なところで強制的に終了してしまったこちらのやりすぎ都市伝説ですが、その原因はチャドさんが話していたのは一般には知られてはいけない秘密の地下道で、そのことを隠すためだったと言われています。そしてその地下道はロイヤル地下道と呼ばれており、一般に知られてはいけないことから地図にも載っておらず、国の重要人物の移動や避難を目的に作られたと言われています。なのでもしそこを歩く場合は瞬速は NG、 ジョン・ロブは OK とか。また日本の政治の中心地ともいえる国会議事堂は東京都千代田区にありますが、同区に存在する永田町駅には地下6階まであるのに対して、地図には地下5階だけが載っていません。そのためネット上では永田町駅の地下5階はロイヤル地下道でつながっており、そこには有事の際に政治家たちが避難するためのシェルターが存在するといった都市伝説が噂されています。さらに皇居のすぐ近くに存在する東京駅には皇室等賓客用の貴賓室という一般客が通ることのできない通路が存在することからも、ロイヤル地下道が存在したとしても不自然ではないことがわかるかと思います。また日本には他国から来日した大統領や首相等といった重要人物が宿泊する迎賓館という施設があるのですが、これまでに来日したアメリカ大統領の多くはこの迎賓館ではなく民営のホテルであるホテル大倉東京に宿泊しています。そしてこのホテル大倉東京のすぐ裏にはアメリカ大使館が存在しており、この2カ所はロイヤル地下道でつながっていて、安全な移動及び有事の際の避難経路になっているとも言われています。またこうした噂が広がっているロイヤル地下道に対して、ネット上では永田町駅のシェルターと国会議事堂もロイヤル地下道でつながってそう、地下鉄は離れているようでつながっているから避難場所としては最適、永田町駅自体地下8階くらいまでありそうなどといった考察が行われています。行ってはいけないトンネル、行ってはいけないトンネルと題されたこちらのトンネルには、埼玉と東京で発生した連続殺人事件の犯人が被害者女性たちをバラバラにして遺棄したという噂が存在し、亡くなった彼女たちの幽霊が出るという都市伝説が囁かれている場所になります。そしてやりすぎ都市伝説では、このトンネルにタレントのあばれる君と渋谷さんに加えて、霊視芸人シークエンス早友さんの父である高橋健吉さんたちが同行して突撃しました。するとトンネルに着くや
や否やデート対話できるケン吉さんが本当に入らない方がいい場所だと思います。女性の痛みや辛さ、悔しさといった思いが強く詰まっていて、ごめんなさいごめんなさいという声が聞こえますと取材の停止を提言しました。しかしそれでもトンネルに突撃した一行でしたが、トンネルからわずか数メートル進んだところで渋谷さんが待ってください、もう無理かもと言って声を上げて泣き始めてしまったことで続行が不可能だと判断され、早々に取材は中止されてしまいました。また取材中は無風だったにもかかわらず、一枚だけ葉っぱが揺れ続けていたのですが、帰り際に一行が一礼をするとそれに応えるかのように揺れがピタリと止まったといいます。都市伝説というただの噂話に過ぎないホラ話も多々ありますが、稀に本当に関わってはいけないものもあるのかもしれません。なのでお正月にお母さんに預かってもらってたお年玉の行方についてもあまり深く追求しない方がいいかもしれません。2つ目のマイクロチップ。やりすぎ都市伝説ではレギュラーメンバーとしてミスター都市伝説関昭夫さんが出演しており、彼が都市伝説を紹介した後に言う信じるか信じないかはあなた次第ですというフレーズは番組のキャッチコピーになっていることからも本番組の顔とも言える人物です。そんな関さんは本番組のとある回でスマートフォンが普及したように将来的に人類全員がマイクロチップを体内に埋め込むことが義務になるといった旨の発言をしており、実際に番組内で体内にマイクロチップを埋め込んでいます。ですがその数年後、本番組中に出演者から関さんマイクロチップもう一つ入れましたよねと話題を挙げられると、関さんは本当にバカかってふざけたこと言う、これは絶対に言っちゃいけないことですよ、舐めやがってなどと発言をして怒りをあらわにしました。そして関さんは続けて、まだ視聴者の人たちは時代に対応できていない人たちが多いですよ、順番を追って見せなきゃダメなんですよと発言しており、彼が新たに入れたマイクロチップが前回のものとは異なることを案に示していました。また現在マイクロチップを埋め込むことでできるようになることといえば、車のドアなどの電子ロックを解除する、パソコンなどの電子端末にログインする、パスポートや医療データなどの個人情報を記録するなどにとどまっています。しかし以前関さんが訪れた3スクエアマーケットという企業では、体温を動力とするマイクロチップの開発に成功しており、これによってマイクロチップ自体が他の機械を必要とせず半永久的に動作する端末となるため、骨伝導による同時翻訳などが可能になると語られていました。そしてこれらのことから関さんが埋め込んだマイクロチップはまだ世間では受け入れられないような試験的な技術が含まれている可能性が高く、やりすぎ都市伝説の顔である関さんでもこの話をするのはやりすぎと思い激怒したと予想されています。つまり今後体内マイクロチップによってお風呂が沸いた時の BGM が体内から聞こえてくる、そんな未来も近いのかもしれません。ちなみにネット上ではこのシーンに対して極秘情報を一瞬で全国にばらされる男、マイクロチップのことを暴露されたタイミングで脳からマイクロチップに主導権が変わっている、マツコさんが言い争いに挟まれて気まずそうにしているの面白い、こんな静かなマツコさんはなかなか見れないなどといった旨のコメントが寄せられていました。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て都市伝説スッキューと思った都市伝説好きは高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。あれ、はい、賢者タイムなんですけど質問箱です。こんにちは。先日家の路地裏に勝手に入ってきた業者親父に開いた窓から下着姿をバッチリ見られました。終始ニヤニヤ親父にキリンさんカツを入れてください。割と真面目に悲しくて辛いのでガチ賢者タイムへコメントでよろしくお願いします、ということでありがとうございます。いや、これはもう最低な行為ですね。その女の子の下着姿っていうのはやっぱ神聖なものなんで、もう運命の相手っていう決めた人にだけ見せるものだと思うんで、それをね、いくら業者だからといって覗いてしまうっていうのはもう最低です。もう最低カーツということでね、今後はそういったことが決してないように、気をつけていきたいと思います。その説は大変申し訳ございませんでした。さようなら。